はい、どうも、秘密結社ひがま総帥ハッチでございます。ということで、ね、今回もまあ振り返りってことで、まあ第21節の愛媛戦、まあね、開始早々何十秒でしたっけ、まあ鳥海のクロス製のボールがね、キーパートンネルして入っちゃったってやつね、うん、ラッキーゴールで先制した試合なんですけれども、まあその後ね、逆転を許して、うん、まあ守備のね、弱いところっていうのを相手が修正してきて早々に疲れたよね。まあつまり甲府の弱点がまあ全然、まあ怪我人続出でね、弱点になってたところがまあ全然こうカバーできてなかった。いや、なんぼほどこう疲れ続けるねんっていうところでね、まあこの辺の修正力のなさはね、まあさすがに確かに監督解任も妥当かなっていうところではあるんだけれども、まあね、言うてこう選手たちも控え組というか2軍、まあ怪我人が帰ってくれば出番を失うであろう選手たちっていう感じなんだけど、うん、まあね、実質完封負けだし、まあ選手たちも見切られたよねっていう気はする。うん、しとくよ、もうそろそろしとくよ。まあそしてね、外国人フォワード並べてる割には点取れてないってあたりもね、まあ正直夏のまあ補強というか放出というか、まあ妥当な範囲かなっていう部分もね、見えてきちゃうような試合だったよね、この辺思い出すとね。まあ愛媛が好調だったってこともあると思うんだよね。まあ天皇杯も 7-1 ぐらいで勝ってたしね。まあこの試合を見るにつけ、やっぱり天皇杯の2回戦、この直前の対戦が愛媛じゃなくて本当良かった、浦和レッズありがとうって改めて思った試合でしたね。そんぐらいにしておきます。以上、ハッチーでした。